どうも、寺島にゃっこです。最近ね、いろいろ部屋の整理とかしてたら、コンビ時代のネタ動画の DVD が出てきまして、せっかくなんでね、流しちゃおうかななんて思いまして、今日は、ぜひ流したいと思います。僕のね、コンビ時代を知ってくださっている方は、あ、懐かしいななんて思っていただいたり、初めて知る方は、あ、寺島にゃっこ漫才やってたんだって思っていただいたりとかね。そもそもどこぞのピン芸人か知らねえけど、さらにコンビ時代なんて知らねえよって方はね、今度一席設けるんで、ぜひ話し合いしましょうね。というわけでですね、僕が2007年から2012年まで組んでたガムシロップというコンビの漫才、ぜひご覧ください。どうぞ。ガムシロップ。私ですね、普段食品工場でアルバイトをしております。いや、だからって舞台に来てくることないよね。突然ですが、皆さんは食べ物を口にしたことはありますか？当たり前でしょ。皆さん、やはり最近は食品に関する不祥事が相次いで起きておりますが、どうか皆様恐れずに食品を召し上がってください。ちょ、待てよ。その訴えのためだけにこの衣装で来たのか？いや、違うんです。違うの？僕ね、もう私服がダサい。いや、それだけやねん。これも結構ダサいけど、まあ、ここまでがワンセットなんでね。いや、別にいいよ、つかみとか言わなくて。ここで笑いが来ようと。分かった。もういいです。このまま進めていきますよ。笑いの流れ先で。いいよ、そんなの挟まなくて。分かんないよ。そんなこといいんですか？どうもじゃないけど。最近ね、いじめが問題視されてるじゃないですか。ああ、なんかまた増えてるみたいですね。ね、どうにかならないかなと思って。あ、やっぱ実際難しいんですよ、解決するとなるとね。まあね。あ、もう世間が思ってる以上にね、パートのババって一件ですからね。何の話だよ。食品工場の話はいいよ。俺が言ってたのね、小学校や中学校でのいじめ問題。あ、中小学校ね。小中学校でいいじゃん。なんで中小企業みたいな。なんでこれやんなくていいの。何なんだよ。なんかいいやんないかなと思って。あ、だったらね、こう、いじめを受けて傷ついてる相談ね、傷ついてる生徒の相談に対してね、こう親身になって聞いてくれる、そんな優しい先生がいてくれたら心強いですよね。なるほどね。どうぞ。はい、誰だ。ガラガラ、失礼します。工場長。生徒だよ。あなたの受け持ってる生徒の加藤ですよ。私の受け持ってる生徒の加藤だ。違う、何なんですか。っていうか、何なんですか、この格好は。いや、さっきな、昼休みの間に食品工場のアルバイトに。いや、だからってこの格好はないでしょ。どんだけ稼ぎたいんですか。アルバイト目見たいになってるじゃないですか。先生の準備ちゃんとしてください。まあ、そんなことよりどうしたの、突然。先生、早退してもいいですか。いや、どうしてだ。ちょっと調子が悪い。ベルトコンベア。いや、違うぞ。どんだけ余韻引きずってんすか。僕の体調ですから。ああ、そうか、そうか。そういうことなんで失礼します。ちょっと待ってください。何ですか。お前、さっきどうも様子がおかしい。そんなことないです。悩みを抱えているのなら先生が相談に乗るぞ。本当ですか。うん、先生、実は同じクラスの橋本君からいじめを受けてるんです。羽衣フーズから沈めを受け取ってるんです。言ってねえよ。どういう状況だか分かんないよ。橋本君からいじめを受けてるんです。何だったの。そうです。橋本から一体どんなやつを受けてるの。この前は床に落ちてたおにぎりを無理やり口の中に押し込まれたんですよ。なんてひどいことを。先生、許せないでしょ。ああ、床に落ちたおにぎりなんてもう商品としてしかできないぞ。何に対してもって。橋本君の高止め対象をこっちから変わらない。なんで詰めようとするんですか。先生も全然、先生僕のこと気にしてくれないじゃないですか。そんなことないぞ、加藤。もういい。こうなったら、それは自殺してやる。待ちなさい、加藤。もうほっといてください。わかる。もうごめんなさい、落ち着いて。とりあえずこのあの場所つくわをしまいなさい。またぐらいなさい。ちくわなんかな、無理に振る舞いしてもどうってことないでしょ。バカ野郎。はい、というわけで、コンビ時代の漫才見ていただきました。ありがとうございましたね。え、懐かしかったです。個人的にはすごく。もう10年以上前ですし、僕もまだ20代前半でしたしね。え、いやー、青春でしたね。はい。いや、でもね、もう漫才下手くそですね、僕。もう嫌になっちゃいますね。もうイライラしました、自分のこと見てて。もう肝心のボケ聞き取りづらくてね、あれでよくね、相方に偉そうにしてたなと思いましたよ。うん、
いやしかも僕の相方ね、あの8歳年上ですからね、うん、で僕が作った、ね、ネタをねもう一字一句そのままやらせてましたからね、本当にいや間違ったねことやってましたよ、ね、しかもね相方すごく優しい人間で、そんなね生意気な僕のね要求も全部ねあのニコニコしながらいつもねやってくれてね、もう一回も怒ったこととかないですからね僕に対して、うん、いつもニコニコして、いやバカなんじゃないかな、うん、バカだったのかもしれないですね、うん、いやいやそんなことない、本当に相方に感謝感謝ですよね、まあね いなくなっちゃいましたけどもね、ライブの当日ね来なかったんですよ本当にね、それで今にね至るということなんですけれども、まあでもねあのこの食品工場の漫才っていうのはですね、なんかコンビ組んで 2,3 ヶ月経った時になんか人と違う漫才できないかなと思って、なんかこうインパクトに残るようなねあのネタがやりたくて、それであの年末に年越しそばの製造工場のアルバイトに僕が行きまして、であの作業着をね着たね姿をねこう鏡で見た時にね、あちょっとこれ面白いなと思って、漫才に取り入れられるんじゃないのって思ったんですよ、あのコントじゃなくてね、なんかあえて漫才でやってみたかったんですよ、なんかこう印象に残りそうで、でね今回ね見ていただいたような形の漫才を作って、何パターンかあるんですけれどもね、やってたんですよ、映像はね今回のしか残ってないんですけれどもね、本当にね、いやでも皆さんに見ていただく機会になってよかったです、一本でもね残ってて、はい、というわけでですね今回は、コンビ時代の漫才、皆さんに見ていただきました、また、次回お会いいたしましょう、皆さんありがとうございました。